ではですね、前回ですね、ニコン S、これを分解して、組み立ててみたんですが、どうもシャッターの調子がおかしいと思って、終わった後もですね、じーっとこう見てましたところ、なんとですね、僕が、組み立てを間違えてました。ということでですね、今日はその間違ったところをですね、ちょっと説明してみたいと思いますが、このですね、ここの部分にかかっているスプリングをですね、僕はこう上の方にかけていたんですが、こういうアームが、あるところの、実はこれ下にかけるのが正解で、このスローガバナーから伝えるピンをですね、下に押してないといけないということが分かりまして、それでですね、それを、付け替えて、もう一回組み立ててみました。例えばですね、これは1秒。おお、意外、ダメじゃん。え、ちょっと待って。20分の1にしたときに20になってないと、これ、シャッターチャージしたときに動かさないとダメで、そこから1に戻して、1秒ですね。こういうお作法が昔のカメラ で、今度は2分の1秒。ちょっと早くなりましたね。4分の1。いや、ないですか。8分の1。で、20分の1。こっから今度は高速になるんですね。で、今度はこっちを、例えば30にします。ここですね。シャッターダイヤルが回転します。ここに指が触ってると、露光ムラになったりする。これも古いカメラ、みんなそうなんですか、ライカでも。これがまあ、ニコンだったら SP なんかでは、ここはもう不回転になった、ダイヤルになってるんですが、この時代のは回りますね。で、シャッターをチャージしてからじゃないと、シャッター秒数は変えられない。で、まあ500分の1だったら、パシャッと。ということで、ですね、この、なんと言いますか、北北顔の、で、実はですね、このシャッターがおかしなおかしにいじってるうちにですね、ちょっと僕、先膜が弱いんじゃないかなってずっと思ってたので、少しテンションを適当な目分量で、きつくしてみたんですが、そうすると逆にですね、先膜が速くなっちゃって、前回ちょっとドボドボベンジンを垂らしたところに注意をしましたので、その辺で、まあ、調子よくなってきてるんだなというのがあって、ちょっとですね、シャッター幕の昼間、今日晴れてたので、例のカシオの高速カメラで撮影してみました。これがそのムービーなんですが、これは20分の1秒ですね。で、これが100分の1。次は500分の1。こういう感じで、先巻くのがちょっと後より早いから、画面の終わりに行くに従って、こうスリットが広くなっちゃうんですが、まあ、これはですね、あとシャッターテスターとか使って、もっと組み立てていくときにですね、こう調整、微調整が効きますので、とりあえずですね、前回ちょっとうまくいかなかった、シャッターは、なんとかクリアできたと。で、この辺にも、少し注意をしてですね、スムーズな動きになってきましたので、あとは、分解したのを元通り組んでいって、ちょっと距離計のところを拭いたりですね、進んでみたいと思います。